向こうのないいいパンチが一発でも入ったらこっちだって向きになりますからね。一茂早速練習を開始。え、一茂さんサスポなんですか。サスポしました。一茂畠山戦に秘策で挑む。やりづらい、やりづらいっすよ。さ、耳かと思ってましたよ。ジャブ打ちましたね。光ジムトレーナー玉木さんに基本的なパンチの出し方を習う。極真空手をたしなむ一茂だが、全くパンチの出し方が違うようだ。ここまで、今回畠山は一茂との体重差を気にしている。ボクシングは1階級違うだけでパンチの威力は数倍も違う。畠山と一茂の体重差は22キロ、6階級も違うという。一茂のパンチがもしまともにヒットすれば、たとえ元世界チャンピオンの畠山でもマットに沈んでしまう可能性がある。マッチ。ただこんな感じですか。畠山はその危険を承知でこの勝負を受けてくれたのだ。ボクシングのセンスというのは、攻撃は誰でもできるんですよ。ディフェンスがいかに上手いかなんですよね。そう、ボクシングは打つスポーツじゃないから、いかに打たれないスポーツですから。一茂には打たれない、いや打たせない。畠山の体から王者の意地がほとばし、無謀ともいえる挑戦。一茂の真意は、緊張するよ。もうバッチリですか、準備運動とか。バッチリなわけないじゃん。まあでも趣旨はね、そういうことじゃなくて、まあ畠山さんの、まあかっこよく言えば魂をちょっとでも共有感じれればいいってことだから、それが趣旨だから。俺のこの体でなんとかね、共有魂感じれればいいなと思ったから。格闘技を自分のライフワークにしたいと望んでいる一茂だからこそ、真の格闘家たちの魂に触れたい。一茂はボクシング初体験。しかし畠山にとってもヘビー級と対戦するのは初めて。自分の身を守るためにも当然真剣にならざるを得ない。一茂いよいよリングイン。試合はプロの公式戦にのっとって3分、3ラウンドで行われる。第1ラウンド、序盤、相手の様子をうかがう一茂と畠山。一茂が打とうとするとすかさず畠山がパンチを繰り出す。一茂思い切って攻められない。待て。しかし畠山もまた攻めあぐねている。1ラウンドは両者相手の出方をうかがう形となった。威圧感もあるから、そんな僕も入っていけないですか。勇気いりますよ。一茂の目に鋭さが増してきた。第2ラウンド、積極的に攻め出す一茂。畠山もまた間合いを詰め出す。畠山のパンチがボディをえぐった。元世界チャンピオンのボディにびくともしない一茂。それどころかパンチの威力を半減させるため、一茂前に出た。一茂の強靭なボディが思わぬチャンスを生む。一茂のジャブが畠山の顔面を捉えた。
それでも畠山、一茂の懐の中へ取り込んでいく。畠山と一茂の気持ちが一気に吹き出した第2ラウンド。残すラウンドはあと一つ。しかしそこには壮絶な打ち合いが待っている。痛い、倒れないですね、これじゃ。肩がすげえな。焦る畠山、一茂の鋼の筋肉がさらに凄まじい試合を演出する。第3ラウンド。よしよしよし。はい、ありがとうございます。今日やってて僕は本当に畠山さんがたまにこうニヤッと笑うんですよ。その笑顔が怖くてね。本当に今日は怖い思いしましたよ。笑われると怖いですね。本当に。あ、そうすか。いや、僕怖かったですね。一茂は畠山の魂を感じることができたのか。